ゆうたまです。いつもたくさんのご視聴、そして温かいコメントメッセージ本当にありがとうございます。今日はですね、この間栗拾いをした動画をアップさせていただいたんですけれども、やはり皆さんシーズン同じくして各地でですね、栗だよりのコメントにいろいろ書いてくださってるんですけど、中にですね、渋皮煮の作り方とか、栗ご飯の炊き方とか紹介してくださいっていうことのお声もあったので、今日はちょっとですね、渋皮煮を簡単に誰でもできる渋皮煮をやろうと思います。まずですね、栗ですけど、今ですね、栗むき専用のホームセンターとかに行くとですね、栗むき専用のこうカッターというかハサミみたいな形をしたのがあるんですね。栗栗坊主とかいうのかな。私ね、昔からこの包丁派なんですよ。小さいちょっと小型の包丁のかかとのとこ、かかとって言うんですか、ここのところをですね、ちょっと上を傷をつけて、それから剥き始めるというやり方なんですね。こうやって、渋皮を傷つけないようにですね、やっていきます。あ、そうだもしよろしかったらチャンネル登録、そして高評価、グッドボタンよろしくお願いします。早速作業に入ってしまってました、失礼いたしました。で、こうやってですね、剥いていきます。これですね、いろんな諸説ありなんですけども、一回栗をちょっとこうビヨン糖につけておくと、周りの鬼側っていうんですか、外側の表皮がね、食べやすくなる、剥きやすくなるということらしいんですけど、私はもうダイレクトにそのままもう水につけたりもせず剥きます。結構ですね、1日2日経つと少しね、皮が柔らかくなるので入りやすくもなるんですけどね、こんな風にして剥けます。やっぱね、渋皮煮にする場合はちょっとね、丸みのある感じ、比べるとしたら、栗のこう3個入ってたとしたら、例えばですね、こんな風に栗がこうペトンって、なんて言うんでしょう、両方ぺったんこになってるのはあんまり私使ってないんですね。で、どっちかというとこういうくるっとしたコロッとした感じ、ぷくっとした感じ、こっちをよく使ってます。もちろんどっちも美味しいんですけどね、美味しいのには変わりはないんですけども、食べる時になんかこのコロンの方が得した気分になるじゃないですか。そういうのもあってね、こっちを使っています。これね、不思議なんですけど、複数名で剥くといいです。おしゃべりをしながら楽しく剥くするとね、あっという間にね、剥けちゃうんですよ。あれって言われても剥けてしまう。もちろんテレビを見ながらとか、ラジオを聴きながらとか、そういう方もいらっしゃると思うんですけどね、私はスタッフの皆さんと一緒におしゃべりをしながら剥いたら、結構あれよあれよで、やっぱりね、馬力がアップすると、なんか作業効率もアップするっていう感じですね。で、私が使うのは、大体1キロ、剥いた栗1キロを基準にしてますので、半分の量だったら半分の量にしていただければいいかなと思います。渋皮煮にはね、やっぱりうちははっちゃんがすごい上手なので、やっぱり煮るところあたりはちょっとしたアドバイスをいただくとね、さらにうまくいけるっていう感じですね。やっぱ年長者の話は聞けと、ほんとその通りです。ちょっとしたコツなんですよね。もうね、もったいない話なんですけどね、こちら辺ではもう渋皮煮にさほど珍しくなくてなかなかね、みんなうちも作った、うちも作ったになっちゃうので引き取り手がなかったりするんですけどね、私はちょっとあまり自分ですることがなかったので、珍しがって張り切って今作ってます。
でこんな感じで大体ですね、まあ、このボール、ね、割と小ボールぐらいになるのかな、で1杯ぐらいが大体1キロですね。ではこの量で作っていこうと思います。はい、大体この1キロの、むいた栗を、そうですね、これ6リットルぐらい入るステンレスのお鍋なんですけども、このお鍋の中に入れました。であとですね、水をひたひたになるぐらいこれに加えます。はい、こんな風にですね、水を加えました。ではここにですね、重曹を、小さじ1杯入れていきます。こんな普通スーパーとかでも売ってますよね、食用の重曹、炭酸ですね、これね1杯入れます。1杯入れますね。そしてあとはもうガスに火をつけるだけで、強火じゃなくて中火ぐらいで、沸騰直前のところでまたとろ火にした形で、しばらくアクがうわって抜けるまで、すごいね、染色できるんじゃないか、布とか染色できるんじゃないかっていうぐらいに、もう濃い紫というか茶色というか赤茶みたいな感じのアクが出ますので、それでコトコト煮ていきます。それではよし、では入れていきましょう。うちはやっぱ業務用なのでちょっと火力強いんでですね、気をつけて様子を見ていきたいと思います。だんだんですね、こう泡がブクブクって上がってきてて、アクもちょっとずつ出始めましたね。しばらくこれで様子を見ましょう。まずですね、1回目の時は結構渋皮の表皮が剥げて、水が結構煮こきというか、いろんな浮遊物が浮くんですね。でこれをまた水を戻したら、丁寧に表面を洗い流すというか、ちょっとこうこすってですね、渋を取ってあげる作業になります。でもまだもうちょっとクタクタクタってたぎって煮えるように、たぎるとか言うんですかね、これ方言かな、煮えて沸騰してクタクタクタってなって、そうですね、もう勘なんですけど、まあ、10分ぐらい放置した状態かな。一応10分タイマーかけておきましょう。たぎりましたね沸騰ですね。たぎるって方言かな、私たちは普通に使ってますけど、沸騰し始めました。見てください、すごい色になってるでしょ、ね、栗が見えないくらいにアクが出てますよね、渋が出てますね。そろそろこれをちょっと水でさらす作業に移っていきたいと思います。はい、じゃあすごく熱湯ですので、水を流しながら中に取りますね。水を流します。これですね、私自分のばあちゃんにから聞いたんですけど、熱いのを流すとき、急に流すとね、水神様が驚くので、熱いの流しますよって言いながら、水道の水をどんどん流してするとね、神様がやけどしなくていいっていうふうに子供の時に教わったんですね。で、まあ子供ですからそんなふうに受け取ったんですけど、よくよく考えるとですね、排水管が溶けたりして傷むらしいんですね。ですから、まあ、昔はそうやって理にかなったことを、まあ、神様だったりとか仏様だったりとか違った形でですね教えてくれてた、そんな感じですね。ではこんな風にですね、まだまだすごくアクあるんですけど、これをですね、今からこうやってしごきながら、こうやってしごきながら、この筋とか周りのお黒っぽいところをね取っていきます。洗剤をつけてないスポンジでこう磨く方もいますけど、もう私はもう手でやります。こうやってこんな筋もですね、こうやって取れるんですね、ピョンって。でこの筋のところは箸の先とか
爪楊枝とかでこうやってしてあげると取れやすくなりますね。この周りをこういう風にして取ります。こんな風にしてまだこう周りに皮がついてるのでこうやってしごいて取ります。でこういったこう筋のところはこうやってピュッと押してあげると出てくるのでペローンって手向いて取ってあげますね。これ残るとちょっと食感がね悪いですしもさもさしますので、あとでもね2回茹でるから茹でる工程で筋はね意識的に取らんと悪いですけど、この周りのこうふさっとした毛みたいな黒い毛みたいなのはつどつど剥げていきますね。でこういったところでこれをねこうやって取ってあげないといけない。この作業が結構なひと手間なんです。これねやらないとやっぱり仕上がりがきれいにいかないので、これだけは絶対めんどくさがらずにやってくださいね。この筋をちゃんと取るということですね。でこの時にちょっとね傷が入った、剥く時に傷が入った栗とかもあると思うんですけど、優しく煮たら煮崩れはあまりしません。中で栗がこうダンスするぐらいに煮ちゃうと弾けてね形が悪くなりますけど、優しく優しく弱火でトロトロトロって炊き上げるとですね、少々傷が入ってても変な感じにはなりませんね。ちょっとねこう傷ちょっと入ってるんですけどね、これも大丈夫です。人にね差し上げるのだったらそうはいかないですけどね、まあ、自宅で食べる分だったらちょっとの傷はご愛嬌というところでいいんじゃないでしょうか。それではですね2回目また火を入れていきたいと思います。2回目も最初と同じでひたひたになるぐらい水を入れて、でこれをかけていきますね。重曹を小さじ1杯入れます。そしてまた煮ていきますね。今度はそうですね、もうだいぶ外の渋は取れてますけど、やはりね真っ黒くというかすごく水が赤がまた渋が出ますので、それまでクタクタクタと煮ていきます。こんな風にですねまた沸騰し始めました。たぎり出しました。が出てきますのでね、しばらくこれでそうですね 7,8 分煮込んでいきたいと思います。はい、すごく揚げてきましたね。時間が来ましたのでこれまたひっくり返していきたいと思います。熱いお湯を流します。こんなすごい色ね、もう半熟出ますよ。でここで傷をつけないようにですね、また優しくちょっと水洗いをしてあげましょう。さっき取りづらかったところをもう一回こうちょっとトライしたら。取れたりするんですけどね、残ってたりします。優しくこうちょっと溶き混ぜる感じにしてね。さあでは3回目いってみたいと思います。全く同じです。よいしょ、では3回目。はい、3回目、ついに一応終わりました。じゃあこれを洗ってですね、そして砂糖を入れていきたいと思います。はい、こうざるにあげてもいいですね。ではここに
全部の栗が隠れるくらいの水を入れます。はい、ではここでですね、お砂糖を入れていきます。1キロの栗に 800g のお砂糖ですね。結構入るんですよこれね。まあ、私はこの普通の上白糖を使いましたけれども 200g 抜いて、そして今入れました。栗があまり踊らないようにコトコトコトっと煮ていきたいと思います。ガスだから今のところ中火あたりでやっていきたいと思います。はい、おなじみの、たぎった状態です。これですね、もうあの砂糖が入ってるんですので、まあ、コトコトコトっと、まあ、こう少し上下するぐらいの火の強さでできます。でこれですね、10分ぐらいこうやって煮て、あとは静かにこう冷めていく過程で味が入るようにしたいと思います。ちょっとタイマーを入れてこの状態ですね、まあ、少し気持ちアクがこう上がってきてるのを少し取っていきましょう。もう3回もね、渋皮を煮て、で最初みたいに濃い色は出ませんけど、それでもやっぱりね、まだ色が出るんですよね。今こんな感じでだいぶ仕上がってきています。これをとにかく煮詰めていきますね。はい、それではですね、一つ割ってみましょうかね。もうちょっと粗熱も取れたので、そろそろ味が染み込んできたかと思います。はい、それでは、切ってみましょう。さあどんな感じにできたかな。あらら、それでは切ってみたいと思います。お、じゃん、結構大きいの選びました。半分に切ってみます。お、感じで出来上がりました、立っててですね、ちょっと泳ぎ悪いですけども食べてみたいと思います。うん、おいしい。グッドボタン。この甘いシロップにしばらくつけてたら、もうちょっと味が染み込むんじゃないかなと思います。すみません、もぐもぐで。これですね、ちょっとあの甘さを少し控えめにしています。よく1キロの栗に1キロのお砂糖っていう割合のレシピよく見るんですけども、私は1キロの栗に 800g のお砂糖で考えています。でこれですね、白砂糖を使いましたけど、当然黒砂糖とか、またあの皆さんのお好みの砂糖とかでもいいと思います。ちょっと蜂蜜は少しね、割合的に分かんないですけども、美味しく仕上がりました。あとこれに今度ですね、私ブランデーを入れると美味しいよっていうあのアドバイスもいただいたんですけど、地元の焼酎を入れてみようかなって考えています。またこの焼酎バージョンできましたらね、あの、まあ、食べるところだけをお見せすることになるかもしれませんけども、あのご紹介したいと思います。では今日の動画は以上です。もしこの動画を見て、あ、栗の渋皮にトライしてみたいなと思った方は、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。豊玉でした。バイバイ。